メアリーと魔女の花は、スタジオポノック制作による日本のアニメーション映画。2017年7月8日公開。スタジオポノックのアニメーション映画初制作作品で、監督は、ベ林博雅。キャッチコピーは、魔女、再び。2014年末に、スタジオジブリの制作部が解体され、仮暮らしのアリエッィと、思い出のマーニーを監督した、ベ林博雅と、 かぐや姫の物語と思い出のマーニーのプロデューサー西村義明は共にジブリを退社。西村義明は新作映画を作るために2015年4月15日にスタジオポノックを設立し、今作は同スタジオの長編第1作目となる。また、本作のスタッフの約8割はジブリ作品に関わった経験がある人物である。原作はイギリスの女性作家。 メアリー・スチュアートが1971年に発表したザリトル・ブルームスティック。日本では1975年に小さな魔法の放棄として赤根書房により翻訳出版されており、2017年には映画に合わせて新薬メアリーと魔女の花が角川から刊行された。2016年12月14日に特報映像とポスタービジュアルが公開。 2017年2月23日に杉咲花の主演が発表された。4月13日には天見勇気など6人の追加キャスト、5月23日には上木隆之介の出演がそれぞれ公表された。杉咲、天貝新木はスタジオジブリ作品において出演経験がある。ある夜、一人の赤毛の魔女が魔女の国から、 夜間飛行という花の種を盗み出すが、逃走中に力尽きて乗っていた放棄と共に種を森に落としてしまう。それから数十年後、11歳の少女メアリー・スミスは、大ーバシャーロットが住む赤い館に引っ越してきたが、テレビやゲーム機もなく退屈な日々を過ごしていた。ある日、メアリーは赤い館を訪れた十二歳の少年、ピーターと出会うが、彼の飼い猫ティブとギブを追って森に迷い込み、 花開いた夜間飛行を見つける。その一輪を赤い館に持ち帰り、翌日、ティブを追って再び森に来たメアリは、赤毛の魔女が落とした砲機を見つけるが、誤って夜間飛行の汁を砲機につけてしまう。すると、砲機は一人でね動き出し、メアリとティブを乗せたまま空高く舞い上がると、赤乱雲の中にある魔女の国に入っていく。魔女の国にある魔法世界最高学府。 エンドア大学にたどり着いたメアリは校長マダムマンブル中区や科学者ドクターデートで会う。メアリを新流生だと勘違いしたマダムとドクターは校内を案内して回るが様々な偶然によってメアリを素晴らしい才能の持ち主だと誤解して気に入りエンドア大学への入学を進める。入学願書を受け取るため校長室に来たメアリはそこで魔法の呪文が書かれた本 呪文の真髄を見つけるが、マダムに全てを白状しようとしたとき、花という言葉を聞いたマダムは態度を急変させる。それを恐れたメアリは、ピーターの家の住所が書かれた紙をマダムに渡し、花の持ち主が彼であると嘘をつき、呪文の真髄を持ったまま赤い館に帰ってしまう。しかし、マダムはメアリが夜間飛行を持っていることを見抜いており、変身魔法の実験に、 夜間飛行を使用するため、メアリが持つ、夜間飛行を狙い始める。ピーターの家の住所が書かれた紙を頼りに、彼を捕まえたマダムは、ピーターを人質に、夜間飛行をメアリに要求する。夜間飛行とピーターの引き換えをマダムと約束したメアリは、夜間飛行をお手に、ティブと共に再び、エンドア大学へ来るが、マダムに、夜間飛行を奪い取られ、牢屋に閉じ込められてしまう。 牢屋の中には変身魔法で失敗し怪物に姿を変えられた動物たちが閉じ込められておりギブもその中にいた。マダムから逃れてメアリと合流したピーターは自分とメアリ、ティブ、ギブの4人で赤い盾村に帰ることをメアリに約束する。そして自分は今夜限り魔女だということと呪文の真髄を持っていることを思い出したメアリは全ての魔法を解く魔法を使用する。 すると、変身魔法をかけられていたギブたちは、本来の姿に戻り、牢屋にかけられていた魔法も解けたため、メアリやピーター、動物たちは牢屋からの脱出に何とか成功。だが、エンドア大学から放棄で飛び立つ際に、ピーターがマダムに捕まってしまい、彼はメアリを一人で逃す。放棄はメアリを静まり返った一軒の家へと連れて行く。そこは、かつてシャーロットが住んでいた家だった。 そこにある鏡に突然、シャーロットの姿が映り、メアリーは彼女にある真実を聞かされる。かつて、マダムとドクターは生徒たちから慕われる優しい性格だったが、ある時、夜間飛行を見つけたと同時に性格が一変し、夜間飛行を使用した変身魔法の危険な実験に没頭するようになる。そんなマダムから実験を止めさせるために、夜間飛行の種を盗み出した。 エンドア大学の生徒である赤毛の魔女の正体は若き頃のシャーロットだと。マダムとドクターが再び危険な実験を始めようとしていることを知ったメアリは、シャーロットから夜間飛行を受け取り、ピーターを救うべく再度エンドア大学を目指す。途中、放棄が折れたことにより、魔法の力を失うも、共に牢屋から脱出した動物たちの協力でなんとか。 エンドア大学にたどり着いたメアリだが、ピーターが実験台にされ、実験はすでに始まっていた。しかし実験は失敗。ピーターを取り囲んだ夜間飛行の力が暴走し、エンドア大学を次々と破壊していく。一度は諦めかけたメアリも、ピーターとの約束を思い出して、呪文の真髄を使ってすべての魔法を終わらせ、それを阻止することを思いつく。 夜間飛行の力を持つピーターとの協力で、メアリは全ての魔法を解くことに成功する。その後、メアリ、ピーター、ティブ、キブの4人は放棄に乗って赤い建村に帰り、彼女らには平和な日常が戻ったのだった。2018年8月31日、日本テレビ、金曜ロードショー、にて初放送が行われた。ありがとうございます。